スパイクチューンソフトって何なんだ。チューンソフトって昔トルネコとか分かったメーカーだった気がするけど、シャキッと目覚めました。心も頭も整理しましょう。涙の辛さを知ったから得られる強さもあるはずだから。少し整理しましょう。柔軟に、強さのために。本は心を解き、たまにはちょっと大胆なものも。前に進むんだ。私が頑張らないと。状況はアナムネシスと未来のあっちこっち探したんだけど手がかりは何もないね。心さんとセンさんも、さっぱりだよ。この辺じゃないのかも。だったら私も一緒に行くから、もっと奥へ進んでみましょう。そうだね。ナナナ、どうかした？一つだけ例に聞いていい？アナムネシスが言っていた復讐のことなら、私本当に身に覚えが。そうじゃなくて聞きたいのは、例が倒れたの、ナナナが攻撃したせいじゃないよね？え？聞きたいのってそんなこと？あれはナナナのせいじゃないよ。本当？うっかり押しちゃいけない壺とか飛行をついちゃったのかと。そんなことないから気にしないで。よかった。それにナナナのおかげで踏みとどまることができたの。危ういところで私はまだ戦える。前へ。天国も仮想の方に来たね。アイテム売ることできないのか、このゲーム。毎度またのご利用。
はっせっきゃ
ごめんなさい、邪魔で。いい加減、散って。この一撃で沈んで。どうか吹き飛んで。やった、せいくらえ。はっ、火事、高まけ。はっ、せき、やったまい。やった、せいくらえ。この一撃で沈んで。はっ、せき、やったまい。行きます。二人しかいないけどね。そんなことないよ。レイが銀メダルで、ヘラクレイトスが銅メダル。ヘラクレイトスも人数に数えるの？そうだよね。せっかく四人揃ったのにまたバラバラだよ。あ、もちろん。ナナナはレイがいればエンジョイなんだよ。でも、ココロとセンがいないのやっぱりちょっと寂しいな。勇気がみんなナナナみたいだったらいいのに。ナナナだってレイと出会わなかったらどうなってたかわからないよ。ナナナにとって大切な人はレイだから。天国にいても大切な人ができたナナナはきっと幸せ。こんばんは。今日はナナナで何回しこりましたか？こんばんは。いや、一回もしこってない。でも大切な人と離れ離れになって二度と会えないなら。風邪ひいたよね、地味に。ナナナも誰かを襲ってよみがえりしたいって思うかもね。そこは777回です。ナナナいい子だから、そんなことしないから嫌いにならないで。いや、そうだ、確かにその通りだ。そういう返しができないとダメだよね。ナナナってコメントで言われて777が全く思い浮かばなかった今。ごめん、ナナナを嫌ったりしないよ。嫌いになりそうなのは。ん？あ、わかった。アナムネシスだね。ええ、そうね。それより先へ進みましょう。これは岡山レベルの昨日ですね。ラジャー！アナムネシスを探してレッツゴー！岡山レベルの知能ってどういう意味だよ。我が主よ、自分自身に折り合いがつかないか。何？銅メダルもらいに来たの？アナムネシスのザレ言がまだ心に深く刺さるか。猿くらいです。迷いは
自意識の維持に影響を及ぼす。岡山は桃太郎だから天国において致命傷となるぞ。そんなこと分かってる。もう行かないと。でも岡山の文明レベル見て噂る山先生の感じですよね。そんなこと言ったこと言ってないと思うんだけど。どうか吹き込んで。やった。せいくらえ。この一撃で沈んで。でも多分人生で一番自分が何もないって言ってましたし。自分が人生。今まで生きてきた中で一番遠くに行ったのが最長距離が岡山。やった！せいくらえ！力が増してきます。やったまい！やった！せいくらえ！北海道とかも行ったことないし。岡山がやっと東京から遠いってディスりました。今だからいや遠いでしょ、どう見たって。いや遠いよ、どう見ても遠いよ。あ、いや違う、広島も行ったことあるから。広島だ一番遠いのは。そうだ、何がありましたか。コンビニはありましたか。コンビニはあるよ。報いを知れ。この一戦に全てをかける。えい、やった。どうか突き飛んで。えい、やった。でも今回の仕事はさ、あの年末年始とか夏季休暇とかゴールデンウィークが1週間ずつ休みや、1週間最低1週間は休みあるから、またどっか遊びに行けるっちゃ行けるよ。やったせいくらえ。お願い。やったせいくらえ。お願い。やったせい。この一戦に全て。やった。やったせいくらえ。どうか突き込んで。やった。ぜひくらえ。海外旅行しないの。なんだよ、海外なんて行きたくない。はっせっきゃ。はっせっきゃ。甘い。自分だって飛行機乗れない人だから。別に乗ろうとも乗れんだろうけど。はっせっきゃ。甘い。風が高まって。やった。せいくらえ。逃がさない。えい、やった。せいふっはっせっきゃ。甘い。えい、やった。せいくらえ。えい、やった。せいくらえ。どうか吹き飛んで。まずいです。飛行機に乗るのもロシェルに乗るのも同じようなもんです。ちょっと待って、意味が分かんない。飛行機が分かるけど、何のロシェルが出てくるのか分かんない。やったセイフだ。えやったセイフだ。え風が高まって、この一戦に全てをかける。えやったセイフだ。えわれが主の心を映す。おっ、
悲しみの夜でこそ輝け、涙よ、ルテンシオ、希望の星へ、ファンタデイ。えい、ヤン、どうか吹き飛んで。えい、ヤン、ターン。この一戦に全てをかける。えい、ヤン、ターン、せい、くらえ。冗談、ギャグ。行きます。ボスか。天国も仮想の方に来たね。こんなところまで追いかけてきたの？ご苦労様ね。でもどうして？未来はどうなったんですか？質問に質問で返すのはあまり褒められたものではないわ。もう一度聞くわね。何をしに来たの？畑田レイ。そんなの決まってます。未来を追っているあなたを
見過ごすことはできない。怖いわ。私の魂も刈り取って消滅させるの？今まで他の勇気にそうしてきたみたいに。未来のためなら。ああ、理解したわ。はただ未来のためと言いつつ、彼女のせいにしたいのね。自分の願いのために誰かの魂を刈るなんて罪悪感に耐えられないものね。だから妹のためなのね。どういうこと？違います。違わない。ええ、何も違わないの。自分以外のあらゆることを言い訳に全てを正当化する。人間らしくて素敵よ。違う。もういい加減に認めたらどうかしら。あなたは畑田未来をその手で殺した。あなたが畑田未来のためと口にするのは他者の魂を狩る罪悪感を妹に押し付けたいから。そして何よりあなたが畑田未来を助けたいのは殺した罪悪感を少しでも軽くしたいから。そう、自分のためなの全部。妹のためなんてただの奇弁よ。自分のため。やめて、レイにひどいこと言わないで。部外者は入ってこないでくれるかしら。部外者じゃない、ナナナはレイの友達だよ。友達だろうと恋人だろうと他人は他人でしょ。当人同士以外は部外者なのよ。もうやめて。あら、自分から向かってきて命乞い。勇気なのに命乞いというのもおかしいわね。ナナナのことはどうなってもいいの。もういいから、ナナナ。ええよ、いじめないで。今どうなってもいいって言った？やめて、アナムネシス。狙いは私でしょ。あら、あなたとっても美味しそうな魂を持っているわね。ダメ。あなたも私の一部に。ココロさん、どこから？上の方のエリアや。間に合いそうになかったから飛び降りた。飛び、無茶です。こいつをぶん殴れるんやったら無茶でも無謀でも望むところやなあ、アナムネシス。この瞬間をどんなに待ちわびたか。今日は邪魔ばかりね。うちはな、お腹の子供の名前だって考えてたんや。それなのに一度も名前で呼んであげられへんかった。関西弁のキャラで言うと全部せやかてくどって言う言ったらそれまででしょ。ナンバもあんなやつやけど元は命を奪われるほど悪い人間ではなかった。あと少しなのに本当目障り。お前に殺された二人と何より自分自身のために。これはうちの全てをかけた復讐や。いてまえ、ディオゲネス。ねえ、少し黙ってて。ココロさん、ココロさん。やっと静かになったわ。ここは姿見。我が主。なんでこいつはすく水なの。え、着替えて服装を変えれてすく水って項目があった。ヘラクレイトス、もし知ってるなら教えて。ここはどこなの？だけど背中に酸素ボンベを背負ってるからちょっとよくわからないキャラになってる。この場所はいわば魂の内側。アタダレイという人間の半月さんちゃんとヒコタゴはコス変えておかないと。え？夢ってこと？その解釈でも間違いではない。我が主の魂それ自体は今も変獄で無防備にさらされたままだ。だったら戻らないと。ココロさんとナナナが。そんな平静を欠いた状態でか。
すぐ水でしこったのバレバレです。でもどうすればいいのかなんてわからない。全ての真実を受け入れろ。全ての真実。アタダレイはアタダ未来を殺した。己のエゴで誰かの魂を狩る罪悪感に心が折れぬよう、アタダ未来のためだと自分に言い聞かせている。アタダ未来のよみがえりに全てを捧げることで罪悪感から解放されたいと願っている。そんなんじゃ。守護者は主と同じ魂を共有する者。我は鏡、鏡の前で偽ることはできない。我の言葉に偽りはあったか。あ、いいえ。私がアナムネシスの話で動揺したのは全て真実だから、図星だったから。でも信じたくなかった。ならば受け入れろ。受け入れ、認め、そして惑わされず胸を張ってエゴを貫けばいい。エゴこそがその人間をその人間たらしめる。エゴのない存在は人形書き換えのようなものだ。どんなエゴも最後までぶれることなく貫き通せば、やがてそれは理念となる。何より我はアナムネシスの知らないハタダ・レイを知っている。どれだけハタダ未来のことを大事に思い大切にしてきたか。その思いもまた紛れもない真実の一つではないのか。よく喋るね。助言はしないんじゃなかったの。普段はそうだ。主に似て口下手なものでな。でも伝わった。ありがとう。差し出がましいことをした。礼は不要だ。私戻らないと。目を閉じ念じよ。さすれば魂の世界から抜け出せる。いつも見守っている我と我の半身が。あら、まだ死んでほしくないから手加減はしたけど、どうして動けるのかしら。そりゃそうでしょ。もう惑わないって決めたから。そりゃそうでしょ。意味がわかんないから、そのコメント。大丈夫ですか、心さん。レイちゃん、もう平気なのか。クズ野郎、つ、わら。痛いけど、レイが元気ならナナナは大丈夫。うまくいかないものね。やっぱりハタダ未来を見つけることが先かし。ディオゲネス、逃がすわけないやろ。うちがこの手で復讐するまでは。私も戦います。あ、こいつらだと言われただけやん。勝手にしますから。寝っ転がってただけ。もう一人の二刀流の女の子はいないけど。とどめ刺すんはうちやからな。それだけはたとえ誰であっても絶対譲らへんから。分かってます。三人なら私に勝てると思うの。三人ちゃうよ。うちを追ってセンちゃんも向かってるはずやから。セン、一人じゃきついからサボっといたらっていう。ここでアナムネシス止めましょう。ココロさん、ナナナ、楽しませてもらうわ。行くわよ。トン、落ちて。前へ。ふっ、はっ、せっ、や、フランデス。ふっ、はっ、せっ、や、落ちて。えい、や、たん、せい、フランデス。えい、や、たん、せい、落ちて。えい、や、たん、せい、フランデス。ふっ、はっ、落ちて。ふっ、はっ、せい、や、散って。えい、や、たん、せい、落ちて。ふっ、はっ、せい、や、散って。
はめれるかと思ったらそうやっぱそうはない。やっちって邪魔め。この一戦に全てをかけ、はっせっや、どうか突き込んで、はっせっや、どうか突き込んで、えい、やったせい、風高まけ、えい、やったせい、風ボール高まけ、えい、やったせい、恨んでと、はっせっや、甘まい、はっせっや、風前お、もういいわ。はただ未来が見ている目の前で姉を殺すって決めてたけど、泣き腹を突きつけるのも悪くないわ。やっと追いついたと思ったが、この状況は。センさん気をつけてください。アナムネシスがお前がアナムネシスか。来るな。なんだお前は。それはどういう意味だ。なぜ私の心をかき乱す。セン、なんなんや、なんでアナムネシスが急に。逃げるな。結局ただアナムネシス様を崇めよ。アナムネシス様をお守りしろ。アナムネシス、なんでや、やっとここまで追い詰めたのに。ココロさん、勇気がきます。我らはすべてアナムネシス様のご意志によって統一されし存在。我々は複数にして一つ。我々の名はブルバキナリ。勇気がうじゃうじゃ集まって気持ち悪いよ。セン、平気？ああ、問題ない。アナムネシスの分までこいつらボコボコにしたる。アナムネシス様の身代わり、身に余る光栄なり。魂ふっ、発石や、甘い。えっ、やった、せい、くらえ。困りましたね。
切り裂け、集中砲火だ、貫け。やっと全部だよ、もう出てこないよね。でもアナムネシスには逃げられた。苦しんでいたように見えましたけど、どうして急に。ナナナたちのエキサイティングな攻撃が効いてたんだよ。逃がしたら意味ないけどな。アナムネシス、また落ちてくよ。まだ何も終わってないかな。アナムネシスも未来のことも分かってる。たとえ行き先が天国の底でも、復讐を果たせるなら望むところや。返事があるわけないですよね。でも聞こえてますよね。だからありがとう。第7章、勇気の姫。本はここ。涙の辛さを知ったから、得られる強さもあるはずだから。心も頭も整理しましょう。素材が足りないって。たまにはちょっと大胆なものも。誰に連絡し、音楽は心を癒してくれますね。どの誰かの声が聞きたい。ココロさん、こちらに戻ってますか。戻ってるよ。どうしたん、レイちゃん。なんか用事？あ、いえ、用事というほどでは。もしかして、心姉さんのこと心配してくれた？ええ。それに、謝りたくて、私が最初からアナムネシスと戦うことができたら、違う結果だったかもしれないですから。そんなん誰にもわからへんよ。もしもなんてあれへんし、それに、違う結果がいい結果かどうかもわからへん。もっと悪い結果もあったかもしれへんよ。うちら4人がみんな無事でアナムネシスともやり合えることが分かったんや。これってジョージョーちゃん？そうですね、そうかもしれません。かもはなしにしよう。間違いなくうちらの勝利や。はい。それじゃまた天国でな。爪が黒いぞ。もしもし、ナナナ、ちょっと心配だったから。やっほー。あ、大丈夫みたいね。もしかしてレイにいたわってもらえるチャンスだった。いたたー、お腹が痛いよ。冷やしちゃったかな。お大事に。心がこもってない気がするよ。そういう痛いじゃなくて、アナムネシスの攻撃を何度も受けてたから。首が痛い。イタさん、もげそうだよ。もげ、もげそうは嘘、首が痛いのも嘘、体はちょっとだけ痛いけど大丈夫だよ。私をかばってくれたんだよね。例のためならこのくらい平気だよ。ナナナに何かあったら私が平気ではいられないから、無茶はしないで。約束して。レイが悲しむのは嫌だから。うん、約束するね。よかった。私たちが天国に戻るまで
できるだけ安全な場所にいてね。了解だよ。エンジョイでエキサイティングで安全な場所で待ってるね。うん。新しい試練を追加しておいたぞ。準備ができたら向かうがよい。くれぐれも油断をせぬことじゃ。そろそろ終盤ってことか。前に進むんだ。今行くね。暗いところですね。ココロさん、意外かもしれんけど、うちこういう暗いところ苦手なんよ。知ってますから意外じゃないです。抱きついて。ああ、やましい気持ちちゃうよ。よくないですし、多分やましい気持ちです。あ、こんな時センちゃんやったら切られるんじゃないですか。あれ、そのセンちゃんは？ナナナの姿も見えないです。わっ！うぅ！ナナナ、よかった。いないから心配したよ。安全な場所にって言われたから隠れてたんだよ。センさんは？会ってないの？待って、うちのこと無視せんといて。隠れとったのはわかる。誤解だよ。ナナナ、脅かすつもりは全くなかったよ。わって言うたのに。新しい場所でわからないことも多いですけど、まずはセンさんを探しましょう。そうだね。姉ちゃんが冷たい。抱きつこうとしたこと怒ってる？ああ、すまない。誰も来ていなかったようだから偵察をしておこうと思ってな。一人は危ないよ。過度な単独行動を取るつもりはないよ。ここは視界が悪い上に勇者の凶暴性も増しているようだ。頼りなんは、なんかわからん光ってるやつの明かりだけやね。気は進まないですが。前進あるのみだよね。そうだな。この先に何が待っていても私たちは進むしかない。行きます。暗くてぶ毎度、うん、またのご利用。えっ、やった。ふっはっふっはっせっ、やったまい。えっ、やったせっ、はっふっはっせっ、やったまい。確かに暗い。助けたい。そんな、どうして負けるもんか。えっ、やったセイ。ふっ、えっ、やったセイ。くらえ。はっ、ふっ、はっ、セイ。やっ。ふっ、えっ、やった。えっ、やったセイ。ふっ、はっ、ふっ、はっ、セイ。やっ、恨んで。えっ、やったセイ。恨んで。やったまい。えい、やったせい、知って。
一撃で沈んで、えいやった、せいくらえ、くそ、さん頼みます。引き受けた。スイッタトウジレッ、スイッタトウジレッ、フッヤッハッ。風、魚け、ふっ、はっ、せっ、やったま
撃で沈んで、えい、やった、せい、くらえ、目障りです。場所やな、目印とかいっそのこと看板でもあれば楽なんやけどね。パンくず落としますか。パンがないけどな。パンがなければケーキを落とせばいいんだよ。それは合理的とは言えない。ケーキ一つから摂取できるカロリーを考えればむしろ、いや広げんでええか。現実逃避したい気持ちはわかるけど、そろそろ先へ進もうか。レイちゃん任せて。私ですか。わかりました。では戦闘を行きます。その代わり迷っても私のせいにしないでくださいね。どうか吹き飛んで、えい、やった、せいくらえ、はっ、せい、やった、甘い、えい、やった、この一撃で沈んで、いぬか、それくらい、やめて、この力で願いが果たされるなら、やった、邪魔しね、やった、やった、邪魔しね。
かける。どうか吹き飛んで。えい、やった。えい、やった。せい、くらえ。えい、やった。せい、くらえ。ずーっと森の中だね。ほんまに進んでるんかな。分かれ道も多いですし、同じ場所を何度も通っている可能性はありますね。とりあえず次はこっち行ってみる。そうですね、判断材料もないですし。どうかしたんですか、センさん。いや、こっちの方角が気になってな。それやったらそっちの道にしよう。うちは適当に選んだだけやから。私も合理的な理由があるわけでは。ただの勘のようなものだ。ええよええよ、迷った時勘はバカにできへんから。えい、やった。せい、くらえ。えい、やった。せい、くらえ。引っ込んでて。えい、やった。せい、くらえ。えい、やった。せい、くらえ。えい、やった。せい、くらえ。ふっ、はっ、せい。かなり奥まで来た感じやね。休憩もできそうやし、森でさまようよりずっとええな。センさんの勘当たってましたね。たまたまだ。それにこの道を選んだことが正解かどうかはまだ。センさん、気をつけろ、敵だ。闇に紛れているぞ。眠らせてくれてもいいんだぞ。ハッセッキャー、甘い。この一戦に全てをかける。カジノ、タカマケ、ハッセッキャー。その意志を貫く。悲しみの夜でこそ輝け、涙よ、ルテンシ、希望の星へ。ファンタン、レイ。呪ってもらう。
えい。えい、やった。せい、くらえ。ふっ、かっせっ、きゃ、たまい。ふっ、かっせっ、きゃ、たまい。この一撃で、しず。気配は消えた。これで終わりのようだな。なななぐったり。うちもや。せんちゃんは余裕ありそうやね。余裕ではないが、余力は残してあるつもりだ。若さのおかげなんかな。絶対に違います。せんさんが特別なんです。個人差みたいやね。ちょうどええし、ここでしばらく休憩しようか。こんな森の中でみんなといるとキャンプファイヤーしたくなるよね。待て、それは賛同できない。炎は万能だが、同時にこちらの位置を敵に知られるという危険性までを考慮すれば、むしろ、いや、広げんでええから。キャンプみたいで楽しいって言いたかっただけやと思うよ。確かに森の木々に囲まれていると学校行事で行ったキャンプを思い出す。そういえばせんちゃんって部活とか入ってるん？その体力はやっぱり運動部。部活には入っていないが生徒会に所属している。ぽい、めっちゃぽい。不思議とよく言われる。では何部？帰宅部。幽霊部員なんやって。帰宅部の幽霊部員ってどういうこと？帰宅部の幽霊部員、それは一体？気にしないでください。そして忘れてください。それにしても出会った頃に話したことよく覚えてますね、心さん。大好きなレイちゃんやからね。可愛い子の記憶は全部魂に刻み込んでるんよ。お願いしますから消してください。ナナナのことは？可愛くないとは言わへんけど、中身があれやし、ストライクではないな。というか、結局年いくつなん？少しは生きてた頃のこと思い出したん？もうさっぱりだよ。思い出すつもりもなさそうだな。みんなと一緒の今の方がエンジョイだからね。ナナナには過去なんて必要ないのだよ。今って森の中で半分迷子だけどね。だがナナナの言うことも理解できる。みんなで一緒に他愛ない話をすることが少し楽しくはある。そういえばあんまりこういう機会なかったね。その割にはお互い心の深いところは直に見てもうてるから、うちら変な関係やね。いつまで続くんでしょうか？旅の終わりはそう遠くないだろうな。アナムネシスも確実に追い詰めてるし、未来ちゃんの魂もまたすぐ見つかるやろ。うちらの関係はそこで一旦終わりかもしれんけど、悪魔の紋章と契約は消えへんやろうし、うちらは変国で勇気を借り続けることになるんちゃうかな。そうですね。だからこれだけは言わせて、この戦いが終わったらうちレイちゃんと結婚する。やめてください。縁起でもない。そうだよ、レイと結婚するのはナナナだよ。そういうことじゃ。さてレイちゃんからかうんも楽しいからずっと喋ってたいけど、少し休んでおかんと。そうだな、森はまだ続きそうだ。センさん、どうした？見張りなら私が引き受けるから眠ってもいいのだぞ。センさんのことが気になって。少し様子がおかしかったですから。アナムネシスと出会ってからですよね。それは違うな。私に変化があるのだとしたら、それは勇気の姫という言葉を耳にしてからだ。勇気の姫？アナムネシスのことですよね。私は
おそらく代行者となるより以前から勇気の姫という言葉を知っていた。え？そしてこれもおそらくだが、私はアナムネシスと会ったことがある。それって私たちと知り合うより前ってことですか？そうだ。だがこれは自分でも確信が持てない。思い出そうとはしているのだが、可能性があるとしたらトマス京介に変国へ引きずり込まれた時くらいだが、あの頃の私は自意識を失っていた。アナムネシスと出会った可能性を否定も肯定もできない。だから誰にも話さなかった。できればココロさんにはまだ黙っていてほしい。わかりました。オンに切るよ。不確定な情報でみんなを混乱させたくないからな。ナナナ、レイ、なになに、どうしたの？もうちょっと静かに、みんな休んでるんだから。そうだね。ナナナ、生きてた頃のこと思い出せないって言ってたけど。思い出せないんじゃないよ。思い出さないの。ナナナがナナナになる前、生きてた頃はあんまりエンジョイじゃなかった気がするから。だから今のナナナにナナナじゃなかった頃の記憶は必要ないよ。もし本当にそうだとしても、きっと楽しかった思い出はあったと思うよ。かもね。でもこれだけは確かだよ。ナナナがレイと出会ったのは変国だから、レイとの思い出のない現世のことなんてこっちからぽいだよ。ナナナのことは心配しないで。その分未来のことを考えてあげて。ありがとう。トイレ行ってくる。
ココロさん。どうした、レイちゃん。アナムネシスのことなんですけど。あかんよ。レイちゃんもあいつに恨みがあるんは知ってるけど、復讐するのはうちや。それは理解しています。聞きたかったのは、アナムネシスはどうして私と未来を天国へ引きずり込んだんでしょうか。蘇りに必要な魂を集めるためやろ。私もそう思ってました。でもアナムネシスと何度も出会って話もして、もっと深くて暗い憎悪のようなものを感じるんです。ココロさんなら何か知っているかと思って。うちも心当たりはないよ。確かにレイちゃんに執着してるみたいやけど。あ、そうですか。ごめんな、力になれんくて。でも理由なんてないのかもな。ナナナの前では言われへんけど、勇気はみんなどこかが壊れてるから。アナムネシスの言うことあんまり真に受けたらあかんよ。はい、そうですよね。きっと私の考えすぎです。少し休まないと。戻ってきたんだ。レイちゃんも戻ってる？さっき行ってるからまたあの場所に集合な。ココロさんから集合の連絡があった。森の広場に集まって探索を再開だ。こっちは異常なし。バラバラは危険だから全員集合ね。少し涙の辛さを知ったから、得られる強さもあるはずだから。心も前に進むんだ。レイ、遅刻だよ。大好きなレイちゃんのためならいくらでも待つよってセンちゃんが言うてたよ。言っていない。ココロさん、何ですかその嘘。二人がもっと親密になればええなって。きっと絵になるよ。十分に親密だと思うが。そんなん言われたら想像してまうやん。そんなことよりレイを待っている間に相談したんだが。ココロ、スルーだね。ここから先どちらの方角へ進むかは私に任せて。私も賛成します。前回もそれで前に進めましたし、センさんの直感が森を抜けるために必要な気がします。自分自身確かめたいんだ。ただの偶然か、あるいは私が何かに引き寄せられているのかを。こっちだ。行きます。どうか突き込んで。
いや、甘い。この一撃で沈んで。えい、やった。せい、散って。えい、や。はっ、せい、や。この一撃で沈んで。気を引き締めた方が良さそうやね。え、どうして？これは現世から生きてる人間を引きずり込んだ跡や。それって勇気の餌場っていうことや。警戒しながら行くよ。この餌場がいつ頃のものかわからへんけど、何が起こっても不思議やないからね。私はこれに呼ばれたのか。知っているのか。私はこの場所を。だがなぜだ。体の震えが止まらない。あ、センさん。あの、なんでもない。すぐに行く。
やっやっえいやったせいくらええいやふっはっせやったまいえいやったせいくらえこの一戦にすべてをかける。どうか吹き飛んでふっはっせやえいやったせいこの一撃で沈んで。ふっ、はっせっ、やっ、たまい。どうか吹き飛んで。ふっ、はっせっ、やっ、たまい。ふっ、はっせっ、やっ。ふっ、はっせっ、やっ、たまい。えい、やっ。この力で、射抜く。えい、やっ、た、せいくらえ。えい、やっ。
この一戦に全てをかける。ハッセッ、やっ、甘い、引っ込んでて。ハッセッ、やっ、甘い、どうか突き飛んで。ハッセッ、やっ、甘い、えっ、やった、せい、目障りです。ハッセッ、やっ、引っ込んでて。疲れが出ただけだ。なんでもないことないやろ、センちゃん。今までそんなことなかったやん。私を何だと思ってるんだ。これでも普通の女子高生のつもりだ。疲れが出ることくらいはある。もう平気だ。こんなことでグズグズはしていられない。さあ先を急ぐぞ。ナナナでもわかるよ、セン無理してるよ。うちらが気づいてないと思ったら大間違いや。センちゃん、もしかしてこの場所で何かあったん？今のセンちゃん、少し前のうちみたいや。レイちゃんと二人でナンバのいる変国に入ったあの時の。センさん、え、震えてる。それがどうした？この場所に足を踏み入れたから体の震えはひどくなる一方だ。やっぱりセンちゃんだけでも一度現世に戻った方がええよ。うちらがセンちゃんの分も探索を続けるから。一人で戻るつもりはない。進むなら私も一緒だ。でもここにいるのはまずいよ。悪いが議論をしている時間はない。セン、奴らが待ってはくれないからな。勇気の群れ、こんな時に。もう許して、ここから出して。あいつが来る、あいつに殺される。俺たちをこんな姿にした勇気の姫。姫、こんなことするんはアナムネシスか。もしかしたらとは思ってたけど。ここもアナムネシスの餌場。たとえ体が恐怖に震えようと、精神がきしみ悲鳴を上げようと、正義を遂行するためなら立ち上がり、私は剣を振るうのみ。ソクラテス、私はただまっすぐに自分の信じる正義を貫き通す。ハッセッ、やっ、甘い、報いをしろ。どうか吹き飛んで、どうか吹き飛んで。ハッセッ、やっ、応じよう。やっ、腹が立ちまって、やっ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 。悲しみの夜でこそ輝け、涙よ、ルテンシ、希望の星へ。万歳、ね、記憶だまり。もしかしてセンさんに関係が。これはあまり合理的とは思えない。父さんの方から私たちに会いに来るべきだ。そう、母さんは
セント旅行ができて嬉しいんだけどな。あ、今鹿いなかった？鹿、大きい鹿と小さい鹿、もしかして親子かな。鹿でそこまで喜べる母さんが羨ましいよ。動物園に行けば好きなだけ見られるのに。そういうところ父さんそっくり。母さんとしてはセンにはもう少し年相応に無邪気な女の子でいてほしいんだけど。合理的に物事を考えるのは悪いことじゃないよ。母さんが子供っぽすぎなんだ。結婚してた頃は父さんにも言われたかな。私は母さんの将来が心配だよ。ちゃんと大人になれるのかどうか。あら、少し前まではパンケーキに目がない小さな女の子だったのに、いつからそんな生意気言う子になったのかしら。糖質や油脂まみれのパンケーキが非合理な食べ物だと気づいてからだ。変身ヒーローに憧れてサンタさんにベルトをねだるのは合理的なの？それこそ小さい頃の話だ。子供はね、親の心配なんてしなくていいのよ。全力で自分が幸せになることだけを考えて。成長を見守るのは親の役目よ。その後は、そうね、将来セが大人になったら思う存分甘えることにするわ。私がちゃんとした大人になっていたとしてもね。合理的ではないが楽しみにしてるよ。何か様子がおかしい。え？バスが蛇行してる。運転手さんは？わからない。ダメだ、崖が。誰か運転席を。セン、ここは、母さんは？大丈夫よセン、母さんはここにいるから。私たちは確かボスに。一体これは。思ったよりたくさん取れたみたい。取れた。これはお前がやったのか。せ、ダメ。お前、そんな名前じゃないんだけどな。ここでは勇気の姫って呼ばれてるの。勇気の姫。そう、とりあえずみんなよみがえりに協力して。まあ強制だから返事はしなくてもいいよ。ただ差し出せばいいだけ。魂よね。やっと確信が持てた。勇気の姫という言葉に聞き覚えがあるはずだ。この場所を知っていたことも当然だ。体の震えが止まらないことも。1年前たくさんの人の命を奪った。バスの滑落事故、母さんの命まで奪ったあの悲劇は事故なんかじゃなかった。勇気の姫が私たちを天国に引きずり込んだんだ。アナムネシス、よみがえりに必要な魂を集めるために。私の親友だったユーリもその時に。私だけどうやって助かったのかはわからないが、そのことを絶対に後悔させてやる。アナムネシスは間違いなく正義に反する存在だ。必ずふさわしい罰を与える。私たち全員でだ。ええ、必ずアナムネシスを止めましょう。最初からそのつもりや。許すつもりもない。ナナナは勇気だけど、アナムネシスは大切なみんなを苦しめるから大嫌いだよ。次の犠牲者を出す前にアナムネシスを見つけないと。まだ先は続いています。まずはここを越えましょう。センさん、心さん、それに私と未来、天国に囚われたみんながアナムネシスにつながっている。私たちで終わらせない。未来が犠牲になる前に。
心も受け止めた気持ち全て糧にしてみせる。本は誰かの声が聞きたい気分です。レイちゃん、ちょうどよかった。うちも声が聞きたかったから。それにしてもあのバス事故が勇気絡みやとは思わへんかったね。センさん、心配です。お母さんが亡くなっていますし。うちらの前では相当無理してる感じやったからな。張り詰めてる間はまだ大丈夫かもしれんけど、ちょっとした拍子で心が揺らいだら一気に崩れそうで。私もそうでしたね。二人とも若いからな。多感やし繊細やし無理ないよ。若いって、心さんもそんなに変わらないじゃないですか。嬉しいこと言うてくれるやん。それにしてもバス事故って1年前やろ。少なくともそれより前からアナムネシスは蘇りに必要な魂を集めてるってことになるけど、もしかしたらあと少しなんちゃうかな。アナムネシスが蘇りを果たすまで、レイちゃんにちょっかい出さんと蘇りに専念してたらもう完全に蘇りしててもおかしない感じなんやけど。すぐに蘇りしない理由があるんでしょうか。そこは本人に聞くしかないね。期待も込めてやけど、多分決着までもう少しやから。もちろん決着つけるんはうちの拳やけどな。センさん、今いいですか。今度はレイか。みんな気を回しすぎだ。みんなセンさんのことが心配なんですよ。私もそうです。思い違いをしているかもしれないから言っておくが、私はこの1年ずっとバス事故の真相解明を願い訴え続けてきた。明確な原因が1年経っても不明だったからだ。だが今回その原因が勇気であるとはっきり分かった。ご遺族にどう説明すればいいのかわからないし、加害者を法で裁くこともできないが、それでも理由すらわからないよりはまだずっとマシだと私は思う。だからこれは前進だ。センさん、心配するな。私はまだ壊れない。少なくとも勇気の姫に償いをさせるまではな。ああレイ、ナ死にそうだよ。え、退屈で、あと窮屈。ナ何してるの。落ちてた瓦礫の中に隠れてるんだけど、ギューって狭くて。勇者に追われてるとかじゃないのね。違うよ、レイたちが戻ってくるまで隠れてようと思って。それならよかった。全然よくないよ。痛たい、腰痛い。ナ一人でアナムネシス探しに行っていい。絶対にダメだよね。早く来てね。ナもみんなと同じでアナムネシスやっつけたいから。前に進むんだ。ここがアナムネシスの縄張りなら、何か罠を仕掛けている可能性も考えていたが。そういう感じやないね。相変わらず勇者はうじゃうじゃいるみたいやけど。アナムネシスにとってこの場所はもう用済みなのかもしれないな。トーン！ナ登場だよ。ナずーっと隠れて見張ってたけど、アナムネシスはいないみたいだね。やっぱりもっと先なんか急いだ方が良さそうだ。
顔をしてそう言うなフェレス、天国の底がすぐ間近に迫っておるのじゃ、おのずと焦りもするというもの。今の話それって愛しい愛しいレイちゃん、その顔素敵、もっともっと僕に見せて。再生の歯車が近いってことなんか。うむ、そうなるかの。未来の魂が無事じゃといいが。焦る？焦っちゃう？少しでも情報が聞けてよかった。急ぎましょう。そうやな、悪魔はうちらのこと手伝う気もないんやろ。邪魔やから帰ってええよ。僕邪魔って言われちゃった。道理じゃな。とはいえ新たなイデアが生まれないものかの。おもちゃはすぐに壊れてはダメだけど、丈夫すぎても面白くないよね。人とは難儀な宝箱じゃな。何故創造主は人の中にイデアを隠されたのか。そんなの僕たちには永遠にわからないよ。僕たちは天国を管理してイデアを集めるだけ。そうでしょう、メフィスちゃん。そうじゃフェレス、それこそが我ら悪魔の極上の楽しみ。前へ。暗くて不気味なところだね。毎度、またのご利用を。ふっはっせっやっさまい。ふっはっせっやっさまい。はっかぜの高まけ。ふっはっせっやっさまい。ふっはっせっやっさまい。えっやっ。ふっはっせっ。この一撃だ。ふっはっせっやっ。恨んで。ふっはっせっやっさまい。ふっはっせっ。この一撃で沈んで。ふっはっせっやっさまい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 。ふっはっせっやっ。風高まけ。やったせいくらえ。ふっはっせっやっさまい。ふっはっせっ。この一戦にすべてをかける。やったせいくらえ。やったせいくらえ。ふっはっせっ。ふっはっせっやっ。ふっはっせっやっさまい。ふっはっせっ。この一戦にすべてをかける。えいやったせいくらえ。目障りです。風は高まけ。えいやった。まずいですね。えい、
悲しみの夜でこそ輝け、涙を、ルテンシ、希望の星へ。反対、ゼン。シクシク、シクシク。やった、せい、やった、せい、くらえ。
一撃で沈んで、ここの勇気はバスの乗客ですよね。おそらくそのようだな。もしかしたら私の友達がいるかもしれません。確かミナノと言ったか。はい、それにセンさんのお母さんも。二人とも勇気となってこの場所をさまよっている可能性は否定しない。もし出会ったらどうするんですか。変わらないよ。天国のルールを犯す存在であれば契約に従い裁きを下すだけだ。そんな責めるような顔をしないでくれ。私が冷酷に見えるのだろうが、そこを曲げてしまっては正義をなせなくなる。正義を失えば私はきっと戦うことができなくなる。わかりました。ごめんなさい。一番辛いのはセンさんなのに。正直に言えば私もまだそこまで覚悟を決めることができたわけではない。願わくば魂を求めさまよう母になど会いたくない。だから謝るな。私もレイと同じだ。はい。集中砲火だ。 やっ、はっ。
処す。うっ、スイッタトップ、ハッフッヤッハッ、立ち切る。断罪に処す。断罪する。フッヤッハッ、立ち。必ず、私が必ず、絶対不条理だとしても、不気味。またのご利用を。だ。暗くて不気味など。毎度。またのご利用を。場所に魂が。わかった、迷子だよ。未来ではないようだな。未来なら私に呼びかけてくれるはずですから。こっち来るよ。もしかしてレイ。ハタだ、レイ。その声、ユーリ。ええ、覚えていてくれたのね。ミナのユーリ。勇気ではないのか。そんな雰囲気ちゃうけど。こんな恐ろしい場所でまたあなたと会えるなんて。まだ中学生、それとも高校生。あれからどれくらい経つの。ここにいると時間の感覚がなくて。
高校に進学しました。バス事故から1年くらいになります。まだその同級生にも敬語使うの治ってないの？距離作っちゃうからやめた方がいいって私言ったよね。覚えてます。覚えてる。ほんとそういうところムカつく。え？まあいいけど、それよりもどういうことなのか教えてよ。何のこと？私はっきり聞いたの。私をこんな目に遭わせたあの勇気の姫とかいう女に。あの女がバスを襲った理由は？バスに乗っていた私が標的だからだって。何？あの女はわざわざ私に教えてくれた。私を狙う理由、それはデイ、私があんたの親友だったからよ。どういうこと？は？どういうこと？今言ったじゃない。私があんたの友達になってやったから、私も他の乗客もみんな殺されちゃったの。あの女がそう言ったの。あんたと仲良くなったことが私の罪なんだって。何それ。1年の時教室で孤立してたあんたを憐れんで施しのつもりで声をかけてやったのがそもそもの大間違い。担任がどうしてもって頼むから点数稼ぎのつもりでそのまま友達でいてあげたけど、ほんと後悔してる。何を勘違いしたのか、あんたは私に懐いてくるし、担任の仕業なんだろうけど、3年間同じクラスにされて最悪。そうだったんだ。ごめんなさい、私気づかなくて。謝らないで、嘘くさいから。そんなこと。でもいいよ、もうどうでもいい。それより私気づいたの。そうよ、あの女みたいに私もよみがえりすればいいんだって。ユーリ、なんか出てるよ。まさか勇気に。なんなん、周りの瓦礫が。あ、そうだ、どうせならバスなんて言わず、もっと大きな電車、飛行機でもいいね。大勢殺した方が魂もたくさん集まるしね。生まれ変わったみたい。まずはムカつくあんたの魂から。ユーリ、それ以上はダメ、引き返せなくなるから。構えろレイ。センサー素敵な体、ふさわしい名前考えないと。そうだ、パルメニデス、すべてを押しつぶし魂を絞り取るもの。どっから出てくるんだこんな名前が。センは無事だよ。レイちゃん、ほうけてる場合ちゃう。レイ、もう一度言う、構えろ。ヘラクレイトス、我が主よ、良いのだな。ええ、あなたは謝るなって言うけど、私はこの先もずっと謝り続けます。だからそれが嘘くさいって言ってんだろ。壊せ、お前ら許さない。
る。いや、勝利だとしても死ね死ね死ね、加減はしてやらん。心を満たす。
るこの一撃で沈んで悲しみの夜でこそ輝け涙よルテンシ希望の星へ反対でこの力で射抜く逃がさないやったせいこの一撃で沈んで発動せしたの名前はミナ。意外って言われると B 型。夏休みの宿題と戦うことが宿命の8月25日生まれよ。あなたは？一生懸命噛むこともなく自己紹介したのに返事がまさかの1文字だった。ごめんなさい。話しかけられてるって思わなくて。じゃあやり直しね。私の名前はミナノさん。大丈夫です。覚えましたから。嬉しいな。でも有利でいいよ。3もなし。ねえ、そろそろ教えてよ。いやいや、あなたのこと。ごめんなさい。私。また謝ってる。すぐ謝るの悪い癖だよ。ごめんな。いえ、私はレイです。ハタだ。やっと教えてくれた。自己紹介が名前だけなのは今は許す。よろしくね。はい、ユーリさん。そういうとこもこれからゆっくりとね。なぜあの女はよみがえり私は滅びる。ごめんねユーリ。レイが悪いわけじゃない。こんな言葉では慰めにならないかもしれないが。いいんです。きっと彼女も壊れてしまったんです。だからあんなこと。大丈夫ですよ、セイさん。私は何も気にしてません。ただ親友の心を壊したアナムネシスを許さない。それだけです。お主に話がある。メフィス、
人とは珍しいな。何？フェレスは野暮用でな。私に話とは何だ。そう警戒するな。ただお主が思い違いをしていることがあまりにも不憫での、そのことをわざわざ教えてやろうというわしの親切心じゃ。思い違いとはどういうことだ。なぜこの場に私一人なんだ。それはな、ナナナちゃん、ちょっと僕とお話ししようよ。ナナナ、遠慮するよ。そんな悲しいこと言わないでよ。僕たちはレイちゃんのことを愛している者同士でしょ。そうだけど。だから同じレイちゃんを大切に思う者として、ナナナちゃんにいいこと教えてあげる。いいこと？これは助言だよ。これを聞いてあなたがどうするかはあなたが決めるの。いい？この先あなたは大物質だな。巨大な歯車。もしかしてあれが。再生の歯車の夢でも見た？あなたたち、なんで私の部屋にいるの？それはね、僕たちがレイちゃんのことを愛おしくてたまらないからだよ。答えになってないです。わしは別にお主のことなど好きでは。そういうのいいですから。なんじゃつまらん。せっかくわしの可愛いところを見せてやろうと思ったのに。何か用事ですか？それ以前に天国から現世に出られるんですね。わしらは管理者であって別に使者ではないからの。今日はレイちゃんに直接伝えたいことがあって来ちゃった。他でもない、お主の願いである未来の蘇りのことじゃ。蘇りの条件である我らに捧げるイデアは十分に集まったようじゃな。イデアを産む時のレイちゃんの苦しそうな顔、たまらなかったな。本当はもっと見たかったけど、また壊れちゃっても困るしね。イデアは感情や記憶、言い換えれば魂の一部とも言える存在じゃ。それを捧げることはお主自身にも少なからず影響を及ぼすじゃろ。それでも未来をよみがえりさせるのじゃな。はい、未来のためなら誰に対してもどんなエゴでも貫き通すと決めました。今さら自分のことだけを例外にするつもりはないです。未来をよみがえりさせてください。では分かっておるの？必要なものはあと一つじゃ。同じものをアナムネシスも狙ってるよ。未来の魂。そうじゃ、アナムネシスはこれまでの求婚によって自身の壊れた魂の修復をほぼ終えておる。最後にとっておきの未来ちゃんの魂を食べてよみがえりするつもりだよ。勇気のよみがえりは過去に数例のみ。
僕たちに無断でなんて、そういうの許せないよね。天国の管理者として代行者に命じるアナムネシスを必ずや消滅させよ。さすればメフィスとフェレスの名において、はたた未来のよみがえりを許そう。第8章、失われた未来を手に。心も頭も。苦しんで悲しんだ。だからこそ強くなりたい。少し整理します。心も頭も整理しましょう。心を解きほぐしてくれます。必ず本は心を解きほぐしてくれます。思いを束ねて前に。心も頭も整理しましょう。Thank you.